ここは切るような形を取ります。まあ、杉選手、ここは北日本勢2人いますからね、関東勢ですけど、先行しますよね。OKOK、和田選手もね、OKOKOK、中段狙い。いや、太田選手来た。いや、ここで先行争いになるとちょっと苦しいんで、いや、止まってるか ?OKOK、中段狙い、中段狙い、OKOKOK。いや、これ OK でしょ。もう並走してますから、あと7、4でもう、チャンスありますよ。展開はいいぞ。後ろから誰も来ない。このままこのまま。OKOKOK。74でいい、74で。最後しっかり頼むよ。後ろ見てるね。いけるよ。OKOK。先端を開いていきます。山口健也選手と浅井選手のラインはちょっとね、買いづらいんですけど、行ってくれないかな、山口健也選手。たまには先行してほしいんだよな。OKOKOK、前来てる、前来てる。いや、そのまま行こう。これでね、先行したらね、浅井選手、めっちゃチャンスありますよ。うわ、中段狙いか、そうか、そうか、そうか。いや、中段狙いか。いやー、どうなんだこれ。松浦選手来たか、行っちゃうか、もう行っちゃう。あ、やばい、これやばい。うわ、スピード全然ダメだ。え、やばいじゃん、前残ってんじゃん、もうこれ。いや、かかってんじゃん。やばいよ、福谷選手じゃん、これ。やばい、強え。いや、強すぎる。やばいよ。村上博之選手、3番手から直線強襲してくれないですかね。いや、ちょっと成田選手みたいにズバッといってほしいんですよね。え、新田選手もう来る？早くない？いや、新田選手の先行体制？嘘？いや、なんかすげえごちゃごちゃしてるけど。いや、こういう展開か。いや、これ村上選手、ちょっとチャンスありそうですよね、これ。最後ズバズバっていってほしいな、これ。ないかな？ちょっと荒れてほしいぞ、これ。最後。いや、新田選手、だいぶ先行してますね。最後来い！頼むよ！え、強っ！え、強すぎるでしょ。ここから攻めていきます。いや、ここはもう脇本選手で来るでしょう。9番の諸橋、初手地元の渡辺幸典は279でしか考えられないですね。この辺りはもう増木、あ、もう増木選手全開か。いや、もう踏んでますね。めちゃめちゃ踏んでますよ、今もう。これ脇本選手結構車間空いてるけど、まあ大丈夫でしょう。最後は絶対来るはず。いや、大丈夫かな。ちょっときつくない、これ。ちょっとやばいぞ。いや、脇本選手これやばいんじゃない。大丈夫。あ、中川選手来た。池原選手番手まくり。やばい、脇本選手やばいぞ、これ。間に合う。来い来い来い。え、 6？ ないよ。脇本選手ね、残り1周半で来るのめっちゃ得意ですよね。いや、深谷が来たら、だって新田のさ、うわ、これ、うわ、これ脇本選手めっちゃ仕掛けやすくないですか。いや、マジか。これもう古性選手。古性選手の番手より、おっしゃ、新田いった。新田選手いって。いや、中段狙いか。これ新田選手最後いけるかな。古性選手、これ、大チャンス。G1 初勝利の大チャンスですよ。
いけ、日程いけ、コーナーで、いや、古性選手だ、これ。古性選手来るんじゃない ?G1 初勝利。え、古性、うわ、古性選手来た。やりました、古性優作。